トレバ・デイビッド・ピノックは、イギリスのカンタベリー生まれの指揮者、チェンバロ・オルガン奏者。少年時代は、カンタベリー大聖堂の聖歌隊員を務め、また、ピアノとオルガンを学んだ。その後、ロンドンの王立音楽大学で、ラルフ・ドー・オーンズ、ミリセント・シルバに指示して、チェンバロとオルガンを収めた。学生時代にガリアード・トリオを結成して、活動を始め、 アカデミー室内還元楽団などで演奏する。トレバー・ピノック1973年にオリジナル楽器の楽団イングリッシュコンサートを設立、式独創の双方で活発な演奏活動、アルヒーフへの録音を行い、名声を得る。彼の主だったレパートリーは、バフハイチ族、ビバルリ、ヘンデル、ハイドン、モーツアルト、また、チェンバロ奏者として、小沢誠治、 ボストン交響楽団トップランクのチェンバロ競奏曲、伝園のコンセールを演奏している。他のオーケストラへの客演も活発に行っている。チェンバロ奏者として、ソロ、レイチェル・ポッチャーやジャンピエール・ランパルラとの共演でも優れた演奏を残している。2003年にイングリッシュコンサートの音楽監督をバイオリン奏者のアンドル・マンゼに譲って、ピノック自身は退団した。 ありがとうございます。